続きまして山本五十六君氏との試合です。またこれ、増刊5号ですね。はい、もう最悪な形ですね。もう7枚、まあ、でも五十六君氏といえば韓国号なんで、はい、これ倒せればね、はい、かなり自信つくんじゃないでしょうか。もう試合前に電話ですね、完全に触れないでいきます、はい、まあ、像を入れるなとなるほど。これもやっぱりデッキ相性は辛いですかね、はい、ただまあ五十六さんの伏兵の位置と、はい、柵の位置は分かってたんで。なるほど、まあ、いつも対戦してるんで、柵の位置は右で、はい、伏兵は伏兵も柵の中ですね。なるほど。でたまに知り合いと当たると柵をじゃない方に伏兵がいるんで、皆さん五十六さんと当たったら気をつけてくださいそういう動画じゃありません理不尽がどんどんライン下げられましたね。はい、うまいですね。こっちの伏兵もバレてるんですよねお互いバレてる、いつもやってるって。確かにデッキで踏みましたね。はい、これは観光で向上するフリーで助手を踏ませたい。はい、観光後も結構気づいてて踏みに来てるんですよね、伏兵は。あ、なるほど。職業じゃ踏まないぞっていう。はい、まあ、ただ、さすがにこっちも分かってたんで伏兵をしっかり、はい、ゲッキに2回踏まれる。あ、2度目のゲッキ。はい、デッキ落ちない、はい、仕事しましたね。こうなると開幕工場取るのは工場どころか、なんか相手の伏兵も掘れてないっていういいぞいただくっていう。これ何するこれちょっと目の前真っ暗になっちゃったんですけどこれも相手のしたいことをやられた、はい、伏兵も掘ってない、柵も割ってない、矢倉も触ってない、威力もない、はい、ただ伏兵掘られたっていう、はい、なるほど。これはビジョン的には一応全員城に戻って8桂ですか、落雷ですか。いや、なんかもうとりあえずなんかないかな模索模索中ですね。なるほど。弓と槍でごまかしながら、やっぱり相手観光ゴーとゾーっていう、何かあった時にこれ模索した結果とりあえず式使おうと。あ、とりあえずちょっと漏れちゃいますよね。はい、伏兵の位置が気になりますね。さっき言ってた、もし右にいるなら、はい、この辺に長方、長方ですか。いや、これセーフですね。観光ですね。観光、むしろこれダメまでありますね。ダメ観光が踏むのはこうなると相手も兵力が全員10割ですよ。はい、どうしましょう。模索しましたが、模索してないですね、まだ。これまだ、はい、これでも強制に模索させられて。なるほど。どうするともう8桂しか打てないなってことになって、とりあえず調整で読んで、はい、舞台を減らすっていうことですね。これは苦手ですか。そうですね、苦手で1体ずつやっていこう。はい、観光を強くしていこうっていう作戦で。あ、なるほど。観光で金冠を、はい、まずは狙いますね。強いですね、武力15。はい、試合で15。ただなかなか撤退しないですね。強いですね。これまず一人ですね。一人。こっからもう始まりますよ。観光ワールドが。はい。終了ですね。どうしましょうかこれから。とりあえずなんかどこ沼に入れてみましたね。あ、なるほど。はい、新しいです。はい。あ、なるほど。もう一回やり直そう。もう一回観光ワールドやり直そうと。はい。ただこうなるともう相手は王にも残ってますし、はい、まあ、式6で伏兵を掘ったっていう、あ、式10で伏兵を掘ったって感じで考えてもらえるとちょっと全く僕には ビジョン見えないんですけど、はい、ここもまだ模索中ですね。模索中これ韓国語相手に模索っていうのはあんまり良くないただ増刊5号とは常にもう模索してるだけですからね。なるほど。とりあえず一発あっちゃいましたね。はい、何か見つかんないかなと。そうですね、一応計略の選択肢はもう全部選択肢に入ってるような計略ですからね。はい、これゲッキ、これもう観光ワールド完全に恐れてましたね。はい、いかにもきついと。さっきも刺さらなければひょっとしたら全滅させられてましたからね。はい、ということで観光はもうなし。はい、こっちは何をすればいいのか。どうしますかね。でも落雷見よう。これどうしましょう。はい、どうするんですか。これまあ模索この辺でだいたいまだ決まってなかったんですけど、はい、もう瞬間的に
決まりました。はい、ここでもう美婦人を打とうということになって。美婦人、はい、あ、なるほど。どの道も向上はできないと。はい、で踊る場所がないってことになって一回帰りましたね。一回帰りました。でこれでやっぱ宿友とか象がいない方で踊ろうってことで。なるほど、はい、まあ劇がいたんですけど無理やり左で。そうなると相手の部隊を倒さないといけないですからね。はい、これは雷か仁王か、はい、八卦か雷。はい、これ完全にあのリジュ入ってたんですけど。リジュも入ってたんですか。はい、ただまあリジュを入れると、はい、もうこう象に2体ちゃんと落ちるんで。なるほど、はい、裏技ですね。はい、これで2体落としで白ダメージは微妙ですね。はい、まだちょっと負けてる感じですかね。ただ相手のリジュ、はい、というか相手1、2、1、3。はい、相手は最高力3ですね。弱い。これひょっとしたら有利ですかね、ここの状態。はい、もう完全に押せ押せですね。もう勝ってる、勝てるかなぐらいの感じから応援されても、はい、さすがに武力8、4すら止まんないですね。はい、でも雷、これ3人ですね、完全に3人。ああ、これもうとりあえずこれで一発リードを取られますが、20。はい、どっちかみたいな、ね、これで、ま、同じぐらいですね、今同じぐらい。危ない。ここで観光ワールド炸裂ですよ。あ、2度目の、はい、でここでですね、これでまあこれは逆転ですね。はい、でモータツが一発入っても勝つと思ったんですけど。なるほど。でこれで一回止まったんですよね、安全取って。あ、下がったら終わりですからね。はい、で、はい、負けました。なるほど、はい、モータツを倒してればなっていう試合でしたね。ただちょっと美婦人に可能性見た試合で、はい、ちょっと面白かったですね。ありがとうございました。ありがとうございます。